では本日は直流電動機、いわゆる直流モーターについてやっていきたいと思います。えー、まずはじめに直流電動機、以下直流モーターと言いますけれども、これの特徴から説明していきます。えー、直流モーターというのは幅広く使われていまして、えー、お手持ちのスマホのバイブレーション用モーターですとか、ハードディスクのモーター、大きいもので言いますとエレベーターのモーターや電車のモーターにまで使われています。 誘導モーターと違って低速からトルクをしっかり得られるというメリットですとかあとは、まあ、磁石に電磁石を用いている場合ですとその,その電磁石の強さを変えることで回転数を容易に変えられるなどのメリットがあります。でメリットとしては、子などの、 回転部分と接触する部分があるので、そういったところのメンテナンスが必要というようなデメリットもありますが、メリットも数多くありますので、非常に幅広く使われていて、重要な機械になっています。概要の方、少しだけ復習させていただきます。今回は永久磁石のように書きましたが、こちらの磁石は電磁石であることも多いです。 電磁石の特徴としては先ほど言った通り時速 B を自在に操れるというところが大きなメリットです。そしてこちらの時速が発生しているところにこのようなコイルを配置して電流を流しますとフレミング左手の法則に従いまして力がコイルに加わってコイルが回り始めるというようなものになっています。まあ、試験でもよく出てくるような電気回路で言いますとモーターがありまして 内部の電気子抵抗があってそれに対して直流電圧をかけてあげることでモーターを回していくというような回路がよく出題されますそして場合によっては電池釈用が用いられる場合ですとそこに流す電流を変えることで磁束ファイを大きくしたり小さくしたりすることで回転数を変えたりするなどがありますモーターにはこのように負荷が取り付けられていて それに対してトルクを加えることで回転していくというような格好になっています。モーターが回転しているときは逆起電力というものも発生しています。次に公式について3つだけ挙げさせていただきます。1つ目はトルクです。トルク t イコール k か φ る,る i と表されます。 K については比例定数でして、2πA 分の pz ということで、A が並列数、P が磁極の数、z が動体数になります。そして、φ はこちらの時速になります。i は電流です。重要なところは、φ が大きくなれば t も大きくなる。電流が大きくなれば、 なななれば T も大きくくるといいううような比例関係を押さえておいておださいまあ少し覚え方を説明しますとトルクというのは先ほど申しましたとおりフレミング左手の法則によって生じますのでその時に生じる力 F と言いますと BIL で表される公式があると思いますけれども、まあ、ここに B と I があるのでそれがここのファイと I に対応しています。 この力 F っていうのも T とリンクしているので、まあ、そういった形で B と I をファイと I ここに B と I があるからここにもファイと I があるそしてそれらと比例しトルクが比例しているというふうに覚えていただければと思いますえ次に逆気電力です EB と書いていますけれどもこれイコール、えー、K'× ファイ ×N です K' は比例定数で A 分の PZ の60分の1。この60分の1のところにつきましては、このラージ N が1分間あたりの回転数だからです。そして φ は上と同様に時速になります。こちらにつきましても逆気電力 Eb っていうのが φ に比例する、またラージ N に比例するというところを押さえておいてください。 こちらの覚え方ですけれども、EB 逆起電力がファイに比例するというところですが、まあ、そもそもなぜこういった逆起電力が発生するのかと申しますと、このようなコイルが次回の中で回転することで、コイルから見ますと、交番次回がコイルを貫くということになるんですけれども、コイルに交番次回が加えられるときと同様で、このように時速の 時間変化率から電圧が発生するというような格好で、まあ、それが逆起電力として生じているという形になっておりますので、まあ、ここのファイ、この交番次回のファイが大きくなると、まあ、EB も大きくなる、こちらの式で表されるとおり大きくなるといったものです。 そして、large n については回転数ですので、回転数が仮に上がりますと、この交番次回の周波数も上がるというところで、この時間変化率も上がっていくというところで、逆起電力も大きくなるんだなと、覚えておいていただければと思います。最後がモーター出力です。この逆起電力と電流の掛け算がモーター出力になりまして、それはオメガ t とも表すことができます。 公式の確認については以上になります。平成21年の問題を解いていきたいと思います。電気子回路の抵抗が0.2オームの直流多霊電動機がある。0時電流、電気子電流とも一定になるように制御されており、電気子電流は50アンペアである。回転速度が1200の時、電気子回路への入力電圧は 110V であった。0時電流、電気子電流を一定に保ったまま、 電動機の負荷を変化させたところ、入力電圧が8 0トとなった。この時の回転速度の値として最も近いのは次のうちどれか。ただし電気市販作用はなく、ブラシの抵抗は無視できるものとするといった問題です、えー。こちらに回路図を書きました。えー、最初は1 1 0トの入力で電流が5 0ア流れて抵抗が0 2ム、えー、というような条件です。この時 回転数が1200であったということです。えー、そして、えー、負荷を変化させることで、まあ、回転数が変わったようですが、えー、そ,うそうしますと、まあ、こちらの1 1 0トっていうのが8 0トになったということです。えー、また、電流については同じで、えっ、ー、と、 レジ電流も同じですので、えー、まあモーター内のこのファイっていうのも一定だったということです。えー、こちらの逆起電力の公式を使うことができます。で、求めるのがこの変化後の LargeN ですが、LargeN、まあ、はこちらの逆起電力の公式に入っていますので、まあ、この逆起電力っていうのが気になってくると言えます。 ではあの変化前の逆起電力 EB を求めていきたいと思いますけれども e b イコール1 1 0ス5 0ける0 2ムで表すことができます1 1 0ト電源とこちらの抵抗の電圧効果は5 0ける0 2ムですのでこのような式になりますそしてこれは100 ボルトということがわかりました。あ、そして、えー、こちらの Eb っていうのは上の公式の通り k ダッシュ Φ かける回転数ラージエヌが1200というような関係になります。えー、すなわち k ダッシュ Φ というのは1200分の100。 つまり12分の1ということが分かりました。そして負荷を変更したことで回転数が変化したとき、さらには電源が 80V、入力電圧が 80V となったとのことですが、80V となったときの逆気電力 Eb' ときますけれども、これを見ていきたいと思います。80V マイナス5 0 a × 0 2オーム。 となりますので、7 0トということがわかります。そして、これは、K' のラージエンの変化後をラージエンダッシュと置きますけれども、このように書けます。そして、こちらの K' っていうのは、12分の1ということが分かってますので、これは12分の1かけるラージエンダッシュです。ですので、ラージエンダッシュっていうのは、 70×12。70ということで、840。である。ということが分かりました。ですので、選択肢としては、括弧2番になります。以上になります。平成24年度の問題を解いていきたいと思います。 回路図をあらかじめ書いておりますので、回路図を見ながら問題をまず読み上げさせていただきます。直流多冷電動機の電気子回路に直列抵抗0.8オームを接続して、電圧 120V をかけて始動したようです。こちらの小さい抵抗は電気子の抵抗になっています。 そして指導直後の電気子電流っていうのは 120A だったということです。そして時間が経ちまして電気子電流が 40A になったところで直列抵抗を0.8から0.3に切り替えたとのことです。インダクタンスが無視できて電流が瞬時に変化するものとしてで切り替え直後の電気,電気子電流の値として最も近いものはどれか。 ただし、切り替え時に電動機の回転数は変化していないものとすると書いてありますので、えー、逆気電力 Eb イコール K' ファイラジエ n の公式から、えー、とラジエヌが変化していないので、えー、こちらの Eb っていうのも変化しなかったんだなということが、というような条件です。 また、ブラシによる電圧効果及び電気子範囲作用はないものとし、電源電圧及び開示電流は一定とするといった問題です。まずはこちらの電気子抵抗の方が未知ですので、こちらから求めていきたいと思います。こちらについては、指導時の条件から導きます。指導時は 120V と0 8ームと、こちらの未知の抵抗がつながっている状態でして、 で、始動時は回転していないので、l a r n が0ということで Eb も0ですので逆起電力は発生していない状態です。ですので、R を求めるにあたりましては、オームの法則から 120V というのは電流1 2 0 a × 0 8か×るスモール r で表されます。こちらの式を解きますと、 未知の抵抗は0.2オームであることがわかります、えー。十分に時間が経って電流が 40A になったとのことですので、えー、その時の逆気電力 EB を求めていきたいと思います。その時の逆気電力を EB ダッシュとおきますけれども、えー、こちらにつきましては、120V、電源電圧の 120V から 40A×0.8+0.2 この2つの抵抗の電圧効果分を差し引くことで求めることができ値は 80V になりますですのでこの逆起電力は 80V ですでこの状態で 0.8Ω から 0.3Ω に切り替えて 切り替えた時の直後の電気子電流を求めるわけですがモーターの回転数の変化はなかったようですので EB っていうのも変化なかったと言えますので、まあ、こちらは 80V を維持している、えー、と考えてもらって大丈夫ですですので電気子電流としては、まあ、I ダッシュと置きますけれども電源電圧120から逆気電力 80V を差し入れたものを えを抵抗分0.3オームと電気指定抗0.2オームの和で割ることで求めることができます、えー、すなわち0.5分の40ですので80ボルト80アンペアということが分かりますですので確認が答えになりますこちらについては以上になります